結構銃声してるんですけど、今ですね、その銃声してる場所でレイドが起きてるっぽくて、邪魔しに行こうと思います。今ね、シフォ3枚ロケットランチャー6発ぐらい撃ってると思う。で、漁夫も来てるっぽい。あれだ。ん？エルクロの音が聞こえるな。オンラインレイドみたいな感じなのか。穴拠点前回上にミニコプター乗ってたと思うんで、それが壊れたとかいう感じかな。で、エルクロはちょっと奥っすね。え、なに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 ？でも、あそこのシューティングのところに人いたな。で、これ多分、レイドを防衛してるって感じだ。オンラインレイドになってる。で、シューティングフロアに向かってロケットランチャーを高速撃ってる感じですかね。上燃えてんな。え？え、待って。これどういうこと？え？シューティングからロケット撃ってレイドしてるってことかな？全然わからん。近づきたいっすけどね。まあ、とりあえず、オンラインでレイドしてるのは確かだ。にしても、地上に人の気配はないんだよね。あ、もう中に人侵入してんだ。で、上から迎撃するためにロケット撃ってるって感じが。今んとこじゃあこれ俺なすすべないね。まあ、とりあえず、夜は、戦いが収まったっぽいんで、一回拠点戻って、前回レイドした風化拠点、あそこの一つ面見れるようになって、そこが上手すぎたんで、ちょっとそっちの方にまず向かいたいと思います。ここ前回見た風化拠点なんですけど、この右の面見れて、このチェスト開けたら、なんかめちゃめちゃ美味しかったんですよね。まあ、2箱しか見れてないんだけど、一旦ね、アイテムはこっちに移しました。で、そのアイテムがこの金属と、この火薬ですね。まだ他の面は溶けきってはないんですけど、もう溶けるね。まあ、なので一番見たいのはここなんですけど、ここはまだ459。で、この面はね、通路だと思うんで、そんな入ってないとは思う。とりあえず大量の金属と火薬運搬しよう。で、耐久減るまでもうちょっと待つって感じかな。まあ、炸裂撃っちゃってもいいけどね。まあでも狙ってる人いなさそうではあるんで、このまま溶けるの待ちたいと思います。で、レイドの続きは、起きないっすね。朝になったらまた始まるか。無事帰宅。まあ、またロケット撃ち始めてるんですけど、さっき言った時、なんか拠点にいる3人が戯れてるだけのような気がしたんですよね。いやでも待て、これ高速弾じゃないもんな。通常弾撃って、いや見に行くべきかこれは。ん？シューティングが燃えてる。で、足音したぞ。あ、塔の周りに人いますね。2人はいたぞ。ぴょんぴょんしてる。戦いやってんの。あ、塔をレイドしようとしてんだ。いや、これでも俺近づけないよな。あ、なるほど。塔で今迎撃してんだ。下にある死体回収できないかな、俺。めっちゃ修理してます。
やばい、ヘリが。なんかちょっとだけアイテムを回収したんすけど。けどまたリードは止まってるっぽいんだよな。で、壁そろそろ崩れる頃だと思うんで、ちょっとあの拠点は一回無視して、あの風化の方見に行きたいと思います。まあ、多分レイド防衛しきったんだろうな。なんかジャンク部品25とかも美味しい、ね。一度帰宅して。次は高速弾撃ってる。今は高速なんですけど、あれが通常弾に変わったらまた行こうかな。多分高速撃ってる時は迎撃してるだけだと思うんで。上崩れてますね。ここは寝袋か。5人組。あ、通常弾になった。ここはそう。あ、間違えた。メディキット使っちゃった。3ベンチで、人寝てます。爆薬があるかどうかだな。え？なんでここはこんなまずいん？なるほど。ということで、この風化拠点は見切りましたね。通常弾一発だけ撃ってたんでね、もう一度遊びに行ってみたいと思います。あ、エルクロ撃ってんな。あ、拠点の中入ってく。一人入ってたの今。周りのアイテムを回収したって感じっすかね。もしかしたら出てくるかも、また。ん？誰か来てる。死んだか。多分セミオートライフル持ちが速攻で殺された。あれ、撃たれたやつどこで死んだんだろう。で、出てこないっすね。出てきてくれると思ったんだけどな。あ、やばい。見つかるかも。ぴょんぴょんしてる。で、この拠点も完成まで強化しないといけないな。ということで、今回大量の金属片手に入ったんで、これを使って、だいぶ硬くしようかなと思います。まあもうほぼほぼ金属強化で良さそうではある。2ベンチ置いて、ここを走行板の片開きに変えましょう。その他の壁は金属強化します。
よし。で、とりあえずパパッと組んではいるんすけど、まだ木材と石がちょっと足りないな。まあ、石に関してはあればあるだけいいからね。結局外壁巻くんで。夜が来ちゃったんすけど、建築してたら木材なくなったんで、まあ、森の中で木を伐採する。ちょっと自分の拠点から離れた場所で。で、木の問題は伐採すればいいんですけど、石はどっかで掘らないといけなくて、まあ、前に行ったね、ロケット施設の近く、そこに石の採掘場あるんで、まあ、ここに取りに行こうかなと思います。ディーゼル燃料、この奥に17缶ぐらい、いや、もっとあるかな、入ってるんですけど、まあ、まず7缶分回しに行こう。なんか飛んでる。で、列車で行きたいんだけど、これで乗ろう。あれ？バカデカ拠点聞いてる。おお。馬めっちゃ止まってる。ありがたい。一応到着しましたね。早く回したい。間違えた。ロケットにいる敵がな、なんか、来そうではあるよな。で、ちょうどカーゴシップ来てる。行くか。まあ、一応来やすい場所ではあるんでね。で、なんか、船もあったよな、多分。あそこにボートあるし、行って良さそう。3泊湧いてんだよね。まあ、死んだとしてもまた武装して拠点から取りに来ればいいから、行っちゃうか。寝袋置いとくか。で、貨物船に AI がいるかも確認したい。誰も乗り込んでない。スモールバッグ捨てて向かおうか。ここに捨てて、防護スーツの一着でも持ってこればよかったな。まあでも AI いるからって言って誰も乗り込んでないわけではないから、まあそこは注意していきたいっす。急げ、貨物がどんどん進んでいく。で、心なしかなんか貨物船進むの早くない？マジで？追いつけないんだが。え、なんか追いついてる気しないんだけど。こんな早かったっけ？逃げられてる。撃たれてます。おお。え？待って、開いてるやん。誰か乗ってるぞ。下にこもってますね、これ。ん？まあでもハッキングは開始してくれてるってことだよな。一つ一つクリアリングしていかなきゃいけないっすね。まあ、いつもダベバレで待つ側なんだけど、待たれる側か。いないか。ん？レーザーサイト？え？ AI はいるんだけど、扉開いてんだよね。
こっちもエアいる。あの扉開いてて、AI 倒してないなんてことある？で、ハッキング開始されてない。え、待て。バックパックある。死んでるわ。あ？え、死んでるんだよな。大丈夫だよな。これプレイヤーっすね。無理やり乗り込んだけど、まあ、AI に撃たれて死んだって感じかな。2箱目ハッキング。え、大丈夫だよな。3箱目もハッキング。多分、いないと思う。多分だけど。で、問題は港着いた後だな。この15分箱を守りきれるかどうか。ということで、汽笛が鳴ったんすけど、港に到着します。一つ目の港だね、これ。今んとこ銃声とかはしてないな。あと何分だ？あと7分か。7分守りきれるかどうか。完全に到着して、今、コンテナ積んでる。もうでも銃声しないしね。泳いでる音とかもしない。あ、今から始まるか。てか今めちゃくちゃ思ったことがあるんですけど、もしかしたら採石所の石、あのタンクから漏れちゃってる可能性ある。あれディーゼル燃料7缶も入れたらいっぱいになるどころじゃないよな。まあでもいいや。今はここを守りきるかどうかだ。まあでも誰も乗り込んでくる気配はないっすね。え、開いたし。もしかしたらコンテナ乗船してる人がいる可能性あるけど。いいね。ファイト。ということで出ようと思うんだけど、デカボート乗る。お、誰か来たね。デカボートで出ちゃおう。そうか。これ。進まないやつ。危ね。危ね、忘れてた。てか、3箱開けたらうますぎるな。なんでこの拠点生き残ってるかわかんないけどな。まだ抜かれてないっていう。無事帰宅。え？ラグい？ということで、あの後、無事海岸拠点に着いて、ラスト落ちちゃったものの、再度ログインし、まあ、物資をね、まあ、チェストの中にバーって入れました。で、その後、自殺して、このね、採掘所の方の寝袋で湧いて、急いで石を取りに行ったんですけど、まあ、思ってた通り、あの、タンクね、満帆になってて、あの、採掘止まってたんですよね。でも、ディーゼル燃料は減ってなくて、結局5缶分ここで、白石取りました。で、その後、まあ、無事にね、ここに持って帰ってくることができたんですけど、なんか録画がうまくいってなくて、そのデータが消えちゃってました。で、まあ、今一応ですね、拠点、白石またね、潤い始めて、まあ、またちょっとあるっていう状態です。
で、さらに、ま、取った石とか、金属を使って、でもこの拠点、完成形まで組み上げました。まあ、あとね、風力発電機置いたりとか、タレット設置したいなって感じではあるんですけど、とりあえず中、まあ、扉入っていくと、こんな感じの構造になってて、で、まあ、ここバンカーにしてます。でも、塞いじゃったんで、最深部にはいけないんですけど、まあ、こういう感じで、ここを壊さないと工具棚にはいけない。それと、まあ、一応この拠点はね、レイドしてもらっていいっていう拠点で、この上にですね、まあ、AK だったり、ボルトアクションライフル入れておきました。まあ、なので敵がこの辺に来た時は、ここから撃つって感じですね。まあ、それ以外の武器装備は入れてない。で、ミニコプター、どっかのタイミングで買いに行くかもしれないんですけど、まあ、そうなった時はね、この拠点で管理しようかなと思ってます。ということで、まあ、おとり拠点ではあるんですけど、一応、組み上げることはできましたね。で、爆薬とかね、まあ、溜まってきてるんで、次回は、この、ずーっとやってる、隣人拠点をレイド、できたらなと思います。この拠点の人、実際見たことないけどね。全然風化も進行しないっていう。ということで、まあ、ちょっとずつちょっとずつ集落は完成してきてるんで、まあ、この拠点レイドしたら、外壁巻き始めようかなと思います。